皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。はい、じゃあ今日はたまこさんのマジシャンズテレサやっていきましょう。テレサが魔法使いになってるってことかな。いや違う、サムネを見るとテレサの上に乗ってる、上に乗ってるわけじゃないか。早速やってみましょう。なんだっけ、あの魔法使いの一番嫌な人、この人がさ、テレサにくっついてるんじゃない。どこだ、出てこない。あー来そう、来る来る、来ますか。来ないね、なかなか。なんか乗るのかな、なんか線が、線路があるね。あ、テレサがさ、ほら来た。わあ、出してる出してる。確かにマジシャンみたいだね。でもあれだね、ゆっくりだから楽勝だぜ。おいでしかも障害物がないからさ、あれだね、ずっとこのままだね。あ、やば溶けそうになっちゃった。うわー、つたかー。はい、行きます、右に行きます。ちょっと待ってね。おお、怖い、浮き輪のドクロ柄みたいな。やりゃ、でも全然やっぱ障害物ないから大丈夫。ここなんか出んのかな。わあ、これにも当たってなんのか。うわー、ちょっとちょっといっぱい来た、やばい。でも大丈夫。下に落ちてくれるから安全。はい、ゴールしました。新感覚テレサでしたね。はい、はい、じゃあ次はメロンさんのアスカさんへの挑戦状をやっていきましょう。ありがとうございます。まだ2人しかやってませんね。ではゴール目指して頑張ります。練習必要かな、どうだろう、ちょっと怖い。ちょっと、はい、うわー、オッケー、で、うりゃ、怖い怖い。あー、はい、なんだなんだなんだ、どこ行く、バネちゃん、よいしょー、なんだこりゃー。はい、三段ジャンプ、はい、届かないよね。奇跡起きるかちょっと待って行ってみますか。はい、にゃん、はいはい、スタンダー、よし、でなんじゃ、登る、なんだ矢印、うわー、ちょ3段かと思ったよ。あー、はい、おお、危んな、怖い、なに、バネ持ってく、バネじゃん、うん、はいはい、よし、行きます、そろそろクリアしたいです。いや、ちょっと待って、まだ先が見えてないからクリアは無理だな。はいはい、よいしょー、はい、はい、でバネ持ってって、バネじゃん、ここさ、いけるか、おー、よし、なんだなんだ、あと10秒だよ10秒だよ、登る、あ、ゴール見えましたね、今見えましたね、よいしょ、オッケー、やった、クリアできました。メロンさんありがとうございました。難易度4です。はい、じゃあ次は、いいねランキングとても難しい第6位ビシュビシュさんのシェルショックやっていきましょう。クリア率は 1.76% なので、まあ一発クリアでいきましょう。シェル、コーラ、コーラ、よし、なんだ、よし、いけ、オッケー、オッケー、いけ、
なんだなんだ、中間なんか亀乗ってたよ。ん、なに、右にとりあえず行けばいいのかな。はい、怖い。行きます。よいしょー、こい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 。これ何、あ、取らないとダメか。はてなを、クエの何が起こってるかまず把握できない。はい、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 でーん、おー、引けましたね、なんとか。で、なんじゃこれは。こいこいこい、ちょっと行き急いでしまった。乗るのね。バイバーイ。こい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 、自動っぽい。なんだなんだなんだ、え、ジャンプか。ジャンプー、いきます。ジャンプで、こ、怖い、ジャンプしない、見えない見えない、もうバック笛で全然見えない。何もしなくていいの。ん、パウダー、なに、なになになに、おー、よし、よかった。うわ、おお、ありがとう、味方だった。よし、わあ。最終的には落とされるっていう。パウの一人勝ちでした。はい、という感じで今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたらチャンネル登録お願いします。暑いので夏バテしないようにしてくださいね。それでは、アスカでした。バイバイ。